8月26日から30日までの5日間、台湾トッププロモーションのため、川勝知事をはじめとする訪問団が台湾を訪れました。27日は台湾鉄路管理局との友好関係を深め、相互の観光交流の推進を目的とした天竜浜名湖線と台鉄収集線の姉妹鉄道協定が締結されました。収集線は台湾中部の二水駅から社庭駅までのおよそ 30km を結ぶローカル線で、地域の交通機関として重要な役割を果たすとともに、風光明媚な観光地である日月潭へのアクセスルートでもあります。姉妹鉄道協定締結書への署名は、収集線の終着駅である社庭駅で行われました。この度、有山鉄道と大井川鉄道との姉妹関係に引き続きまして、この収集線と天浜線とが姉妹関係になるということは、静岡県民と台湾の人たちとの友好関係の絆が一段と深まることを意味しております。会場ではくす玉割りも行われ、協定の締結を祝いました。翌28日、川勝知事は浜名湖と日月潭の友好交流協定締結式に出席しました。この協定書には、浜名湖観光圏整備推進協議会会長である浜松市長と、南東圏観光産業連盟協会理事長が署名し、川勝知事が立ち会いました。人の心は風景が育むと思いますが、玉山ほか台湾の名峰と、そして日月潭に育まれた南東圏の人々と、私ども富士山と浜名湖の美しい風景に育まれた心とが、今ここに心を通わせようとしているのであります。神社は山を楽しみ、知社は湖、水を楽しむというふうに言われました。そのようなこの風水が育んだ心が、今日のこの締結の証でございます。協定締結後、川勝知事は日月潭のさまざまな観光資源を視察しました。日月潭は台湾中部の南東圏に位置する台湾随一とも言われる人気の観光地で、風光明媚な景観が有名です。これが旧族文化村ですか。そうです。じゃあ、この左側に見えるこの一面に広がる場所、全部そうなんです。あ、全部がですね。そうなんですよ。晴れてよし、雨もまたよし、日月潭、元の姿は変わらないけど、はい、それまさにそれでしたね。29日は県主催の交流会を開催。これらの成果を分かち合いまして、これを我々県民に、また将来の世代につなげていきたいと強く懸念しているものでございます。特に若い世代、高校生に初めて経験する外国が台湾であるのが一番いいということを強く進めることをここにお約束いたしますと挨拶し、今回の訪問の成果を若い世代につなげていくことを誓いました。出席者は静岡県の魅力を再認識するとともに、今後の友好交流の促進について決意を新たにしました。今回のトッププロモーションは、国内の新聞だけでなく、台湾の地元新聞のほか、国内外のインターネットサイトに記事が掲載されるなど、本県の地域外交への注目の高さがうかがえました。